番組ではここまで先月の統一地方選で初当選した区長に出演してもらい話を伺ってきました。今日は大田区の鈴木章政新区長に中継でお話を伺います。鈴木区長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今日開かれた区長の就任会見の模様をご覧いただきます。私は松原区政を継承しつつ、常に区民の皆様の生の声をお聞きして活動してきた経験を最大限に生かして、新しい時代に合った大田区政の新しい扉を開いて発展させていきたいと思っております。鈴木章政新区長は大田区議10年、都議16年の実績をもとに、これまでの松原区政の継承を訴え区長選を戦い初当選を果たしました。今日の就任会見で補正予算案を発表し、今後の区政への意気込みを改めて語りました。またこれからの新しい大田区のね、新たなる計画っていうようなものも作っていかなければいけないんだろうな、そういう中で鈴木カラーっていうものも、もっともっとこう背骨をですね、しっかりとしたものをお示しをしていけたらなというふうにも思っております。まず就任会見を終えて今の思いはいかがでしょうか。はい、就任して20日余りが経ったわけでございますけれども、いよいよ私が選挙戦でですね、公約した、その内容をですね、臨時議会で補正予算として今回上程をしてお示しをするという、ある意味ではもう非常に緊張感を持ってですね、今日の記者会見に臨ませていただきました。はい、今お話にありました補正予算案、物価高騰などに対する補正予算案が発表されています。小松さん。はい、補正予算案では選挙の公約にも掲げていた区立小中学校の給食費無償化に来月から来年3月分まででおよそ18億8600万円を計上しました。また所得が低い世帯への支援策として、子育て世帯に児童1人当たり5万円を支給する方針でおよそ6億1000万円、さらに所得の低い世帯には電気やガスなどの価格高騰への支援として3万円を給付するとして、およそ27億3000万円を計上するとしています。就任後初めての補正予算案で打ち出した物価高対策、やはり一番の課題と捉えているということでしょうか。はい、特にですね、優先的に取り組む内容といたしましては、まず、子育て教育を充実して、子育て世代に選ばれる大田区を実現したいということなんです。産後ケア、在宅子育て訪問、大田区版のこの子育て拠点を新設するなどですね、共働き世代、一人親家庭、在宅子育て家庭など多様な子育ての形を切れ目なく支援をしてまいります。また児童相談所、一時保護所の新設や虐待児童への支援体制を再構築するなど、安心して過ごせる場所を増やしてまいります。特色ある教育やグローバルコミュニケーション教育を推進するなど、誰一人として取り残さない先進、教育先進都市大田を実現をしてまいります。そのまず一丁目一番地としてですね、小中学校の学校給食の無償化を6月からスピーディーに始めてまいります。はい、子育て政策を主に進めていきたいということですね。そして大田区をめぐっては、国や東京都と進めている新空港線も大きな課題となっています。鈴木区長は4期16年続いた松原区政の継承を訴え、松原前区長が進めていた2つの蒲田駅を結ぶ新空港線、いわゆる蒲蒲線の整備推進を掲げています。東急多摩川線を地下化することで、徒歩でおよそ10分、800メートルほど離れた JR と京急の蒲田駅をつなげ、京急空港線に乗り入れるという計画です。はい、新空港線の整備計画は大田区としては40年来の計画ですが、総事業費1360億円の費用の面などで反対する声も根強くある中で、どのように進めていきますか。はい、選挙戦を通じてもですね、
だいぶ事実とは本当に違った点をルフされたというような思いもございます。昨年の10月にですね、区と東急電鉄の出資によってですね、設立した羽田エアポートライン株式会社、こういったですね、第三セクターを使って営業主体である東急電鉄から支払われるこの施設使用料でこの借入金を返済していくなどですね、第三セクターは定期的かつ安定的な収入が見込まれますので、このようなですね、運賃収入によっても経営をしっかりやっていけますし、またあるいは東京都と今までしっかりとですね、交渉も今も続けております都市計画交付金や、財庁の交付金などを使って、限りなくこの、区民のですね、負担を最小限に、抑えていきたい、こういったことを丁寧に区民の皆様にご説明をしてまいりたいと考えております。最後にはなりますが、松原区政の継承を訴えていた鈴木区長としては、今後会見でもありましたが、鈴木カラーをどのように出していきますか？はい、私鈴木昭正は、成長戦略でですね、経済と環境が両立する持続可能な大田区を実現してまいりたいというふうに考えております。区民一人一人の脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進するなど、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた環境都市大田を目指していきたい、このように考えております。はい、ありがとうございました。ここまで大田区の鈴木新区長に中継でお話を伺いました。